大関挑戦の豊昇龍、嫌な翔猿が相手。さあうまく初日をクリアできるでしょうか。おっと見ながら出ていく豊昇龍、回り込む翔猿、回り込む翔猿、おっとひっくり返ったのは翔猿だ。物言いはつきませんね。つかないね。つかないですね。はい。いや、押し倒して豊昇龍です。いや、豊昇龍当たっていかなかったですね。そうですね。うん、あの翔猿って一回見る立ち合いするじゃないですか。そうですね。そこをうまく合っちゃいましたよね。はい。悔しいだろうな。押し倒して豊昇龍の勝ち。まあでも最後もよく残りましたよね。ちょっとスローみたいですけど。まあ、翔猿の引き足もだいぶ早かったんですが、うん、見ながら、ね、よくついてきましたよね。うわもうこうね、ひっくり返っちゃってるから、まあ豊昇龍も顔から落ちる力士だから、うん、残れましたよね。あれね、あの手つくような力士だとこれ物言いついてね、あのもう一丁になったりしますけどね、はい、取り直しになったりしますけど、まあ、豊昇龍としてはどうでしょう。 まずは初日なんとか、うん、初日落ち着いてますよね、うん、こういう立ち合いで相手をよく見ていく、はい、そして前に出ているので、まあ、これもよくやるやつですね、はい、翔猿も翔猿も見てるんですよ見てるけど、ああ俺の方が早いってあれお尻痛いだろうな、あれ、まあ、なんとかギリギリまで耐えてお尻から落ちる、耐えてで左、あの受け身取らない、受け身取ってしまうと滞空時間が短くなるので、はい、受け身を取らないでこう一生懸命残ってるんですよね。もう、うん、足上がっちゃってるからね、土俵を離れてるから豊昇龍の方が有利ですよね。さあこれで大関取りの3人いずれも初日白星となりました、うん、いいんじゃないですか。いいですね、いい出だしですよ。今場所はこの初日主役と思われる力士がみんな勝ってる、うん、素晴らしい滑りです。豊昇龍明日、正代、翔猿は明日、若元春です。